エイブラハムリン・カーンは、アメリカ海軍の航空母艦、ニミッツ級航空母艦の5番艦である。艦名は、第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハムリン・カーンにちなんで命名された。飛行艦板を含め船体各所の防御が強化されたため、ニミッツ級で、初めて心臓時から、満載排水量が10万トンを超えている。 リンカーンの建造契約は1982年12月27日にニューポートニューズ造船所で結ばれた。1984年11月3日に着工。1988年2月13日に浸水し。1989年11月11日収益。1990年9月に太平洋へ移動。西太平洋への最初の配備は 砂漠の盾、砂漠の嵐作戦に応じて1991年5月28日に行われた。インド洋への航海中にフィリピンルソン島のピナトゥボ山が噴火し、リンカーンは同島からの避難作戦、オペレーションファイアリービジルへ動員される。リンカーンは23隻からなる船団を率い、4万5000人にも及ぶ避難民をスビック海軍基地から セブ島へ避難させた。同作戦は平和時における史上最大の避難作戦であった。作戦後リンカーンはペルシャ湾に向けて出港、砂漠の嵐作戦支援のためイラクとクウェートに対する偵察を行う。1992年前半にはサザンウォッチ作戦を支援している。1993年10月リンカーンはソマリアに対する 国連人道支援計画の支援に参加する。4週間にわたって、モガディッシュ上空の警備飛行を行い、レストアホープ作戦を支援した。1993年4月28日に、戦闘除外法が撤廃されると、リンカーンは、女性飛行士を上官させる、最初の空母となる予定であった。1994年10月24日に、サンディエゴを出港し、 回復訓練を開始する。翌日、カーラハルトグリーン中尉がエンジンの不調と操縦ミスにより着火に失敗し死亡した。リンカーンの第3の配備は1995年4月に始められ、ペルシャ湾でサザンウォッチ作戦及びビジラントセンチネル作戦の支援を行った。補給作業中に艦載機の発艦体制に入ろうとしたリンカーンは、 サクラメントの左減に接触した。リンカーンは M フレームと女性士官室を損傷し、サクラメントは船体構造に大きな穴が開いた。リンカーンは作戦活動を継続したものの、サクラメントはドバイのジャベルアリでカンドック入り医師、修理に数週間を要した。4度目の配備は1998年6月に行われた。リンカーンは再び、 サザンウォッチ作戦の支援を行うため、ペルシャ湾に向かった。同地で3ヶ月間を過ごしたが、その年の夏は、数年来最も高温の夏となった。飛行甲板の温度は、摂氏66度まで上昇した。1999年にはいくつかの訓練に参加し、その後、ビュージェットサウンド海軍造船所で、維持作業が行われた。 2000年8月、5回目の配備が行われ、ペルシャ湾でのサザンウォッチ作戦支援に入る。この配備でリンカーン及び航空団、戦闘軍の艦艇は、海軍部隊訓行賞を受賞した。さらにリンカーンは、太平洋艦隊において、最も指揮系統が改善された艦として、アーレーバーク賞を受賞した。2002年8月、 ペルシャ湾に向かう途中長崎県佐世保市の佐世保港に寄港。2003年のイラク戦争では、ペルシャ湾に派遣された空母の一隻であった。2004年12月26日のスマトラ、沖の島地震では、香港に寄港中のリンカーンが急いで救援に駆けつけ6日後の1月1日には、スマトラ島北沖に到着、直ちに救援活動を開始した。 2006年4月、中国の国民島主席の訪米直前に、香港に寄港。5月25日、長崎県佐世保市の佐世保港に寄港。2008年4月、エイブラハムリンカーンは、第5艦隊に派遣され、海上治安活動の支援任務についている。2011年12月7日、エイブラハムリンカーンは2012年末から、 実施予定の各燃料防空艦を呼び、近代化改装のため、ノーフォークへの移動も兼ねた、世界一周航海に出発。8ヶ月に及ぶ、長期航海の末、2012年8月7日に到着した。ノーフォークへの入港は、収益後に、太平洋艦隊に配備するため、1990年9月に、同地を出港して、以来、実に22年ぶりにのことであった。 2013年3月28日、ルコ実施のためニューポートニューズの11号ドライドックに入居した。2017年5月2日から7日にかけて、ニューポートニューズにおいて、ルコを行っていたエイブラハムリンカーンが試験公開を実施し、同月12日より大西洋艦隊に復帰する。すべての作業を2017年8月に終える。同年9月8日に、 ワスプ級強襲揚陸艦、イ伊ジマとサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦、ニューヨークとともにハリケーンイルマによる被害のためフロリダへ災害派遣される。2018年8月3日、米海軍は本艦を含む空母3隻の配置転換を発表した。本艦は再び元の太平洋艦隊としてサンディエゴに配置される予定である。第9空母航空団は、 エイブラハムリンカーンに搭載される航空団であり、2021年7月現在、下記の飛行隊で構成される。ありがとうございます。